皆さんこんこにちは大です、えー、もうコーチングを教えるようになってからね実は一番最初からカウントしていくともう14年とかねそろそろ経つんですけどいやいやいやこんなに集中して、えー、一生懸命トレーニングやったことないなっていうぐらい今やっててねまあ今日も朝9時10時からもう今24時になろうとしてますけどあのずっとオンラインでね、えー、参加者とつないで,でもうこういう。 フォーマットでねこの分数でこういうのねえー、コーチングやってきてっていうのをね課題与えてでみんなそれ作ってきたのをね、まあ、スーパービジョンのそのこっちがコメントしたりとかねっていうのをやったりまあ、デモンストレーションしたりねでなんかポイントになることを教えたりとかっていうのをねまあ、この駒はこの人の見ようこの駒はこの人の見ようってやりながらねでまあ、みんなそれ全体のも見ながらあの情報共有してとかってやってもらいながらでトレーニングやってんだけどねもう飛躍的にみんな上手になってきてる。で でね、みんなねなんでこんなに自分が上手になるか気が付いてないんだよねとかなんかびっくりするぐらい上手になってる。でこれね何て言うの教え方が上手になったっていう自慢話なわけじゃなくてあのなんで急激に上手になるかって言ったら実は先行して能力的にはとか無意識的には上手なんですよね。上手といううかかねあのなんていうのかな いいっぱい経験してると無意識の世界ではとか、ね、まだ意識できてない世界では、まあ、全意識とかね、まあ、その意識できてない世界ではなんかこういうのがいいとかこういうのありだとかこういうの面白いとかっていうのいっぱい蓄積されてるんでねでだんだん分かってきてるんだけどそれがなんか一つにバーンってつながってああよしこうやったらできるっていうふうに整理された形にまあ なる前は何だかたまにほら成長曲線の図って書くけどいきなりバーンって結果出るんじゃなくて最初はなんか全然結果出てないとか場合によってはもっと下手くそになってパフォーマンス上がるとかがあってでも、えー、諦めないで体験をねこうずっとしていくとかねあのトライして観察してっていうのを続けていくとでだんだん成長してきてどっかでティッピングポイントをこう変化バーンって起こる時があって急激にねパフォーマンス上がっていくってことが起こるんだよね。 で,でもやみくもになんかいろんなケースでね、まあ、コーチングだとほらもう毎回クライアントも違うし扱うケースも違うからだからいろんなケースで思いつきでいろんなことやってでその結果いろんなこと起こってちゃんと整理もできずだったらもういくら体験積み重ねても集約されてきてこれだってやっぱりなかなかならない。で だからまあちょっとそういうところを工夫してねなんかやり方決めたりとかってしながらであの無意識のねこのえ持ってるリソースがねうまく形になっていくようなまあ工夫をしたまあトレーニングの場を作ってるんだけど結局まああの蓄積してきたものがねこう,うまく集約されるような場を作ればもうあっという間にこれまで体験してきたことがこう結合してね上手になるんですんでまあ今日のねビデオあの別に。 えー、私教えるの上手になったよって自慢をしたいわけでもなくってさんね本当にあのコーチング自分が思ってるよりももっと無意識がいっぱいいろんなこと知ってるしでそれがこう組み合わさってきた時にびっくりするぐらい自分のコーチングねそれこそ一晩で変わるとかもうほにね一晩で変わるとかねなんか23日でねバーンって激変してあれなんかコーチングの神様降りてきちゃダメなみたいになっちゃう人が続出してんだよね今で。それって あの本当にみんなの中に、ね、何年かやってればねそのリソースはあるからであとはやっぱりなんか自分に集中してねで似たようなシチュエーションの中でこのフィードバックもらいながら「あそっかこここうやればいいんだここやったらこうや,ここやったらこうやる」って、ね、なるっていうこの集中した体験で似たような体験の中ででもいろんなバリエーション体験させてあげると「うわこういうことだったわかったぞバーン!」みたいに、ね、こうなるんだよね。 するとね、えー、すごく自分がやってきたことが報われる瞬間っていうのがあっという間に訪れたりすると思いますから何かいい練習方法を探してって、えー、どうやってやるのって人は一緒に来てやろうよと <laughs> あのまた4月から、えー、クラスはねあのまた新しいのスタートするしであの今ねそのすごくこう詰めてやってるのはねアドバンスっていうところに来てる人たちなんですけどあの上級クラスまでねあの来てくれる人はもうやりたいという限り徹底してあの サポートしますんでねあの一緒にコーチング探求して、えー、楽しい人生生きるしなんか素晴らしいね貢献ができるといいなと思ってます。ということでまたそれでは。